カナリア諸島はアフリカ大陸の北西沿岸に近い大西洋上にある7つの島からなるスペイン領の群島である。カナリアス諸島とも言う。諸島全体でカナリア諸島自治州を構成する。大陸で最も近いモロッコ王国からの距離は 100km から 500km 程度である。カナリア諸島は大西洋のハワイと言われている。グランカナリア島のラテン語名。 インスラカナリアに由来する。後複数形、インスレイコネリとして、諸島全体を意味することにもなった。州の紋章には、七つの島々を挟んで一体の犬が描かれている。犬の島の由来には、以下の諸説がある。なお、鳥の一種カナリアの名は、原産地の一つである本島にちなんでいる。かつては、アラブ人やノルマン人、ポルトガル人などが来航、支配していたが、 15世紀末に、おそらく先住民であったベルベル系のグアンチェ、族ともども、カスティーラ王国が征服している。グアンチェは、後に、家計の断絶や移住者の流入、及び根血による、スペイン人への同化によって人数は減少した。その後カナリア諸島は、中南米へのスペインの進出活動における基地として、重要な役割を果たすことになり、また、 同諸島の土地の貧しさから住民が数多く、イスパのアメリカに移住した。1960年代以降には、保養地及び観光地として発展を遂げることとなった。カナリア諸島は、アフリカ北西部、モロッコ及び西サハラ西岸の沖に位置する。最も大陸に近いのは、東部のフエルテベントゥーラジーまで、大陸から1 0 0トル強の距離である。 諸島全体でカナリア諸島自治州を構成する。自治州はラスパルマス県とサンタクルスでテネリフェ県の2県で構成され、ラスパルマスでグランカナリアとサンタクルスでテネリフェの2つの都市が共同州都となっている。それぞれの島にカビルド・インスラーと呼ばれる行政組織がある。7つの島と成長所在地は次の通り、テネリフェ島は スペイン国内の最高峰定で産を要する。手前はカナリア諸島原産の植物エキウムウィルドプレッティ。テネリフェ島はスペイン国内の最高峰定で産を要する。なお、カナリア諸島の他にカーボベルデ、マデーラ諸島、アゾレス諸島なども含めたこの地域を通例マカロネシアと呼んでいる。カナリア諸島は成形13度から18度に位置していることから地理的には アトックマイナス1の範囲になるが、現地の標準時間は、アトックプラス0で、アトックプラス1である、スペイン本土より1時間、遅く、リスボンやロンドンと同じ時間帯であり、夏時間を採用している。このため、スペイン本土の西部同様、太陽の南中は午後1時前後あるいは午後2時前後となる。流血樹の大木がラホ内国立公園のラウリシルバ。 の森水深が少なくとも2000メートルの大西洋堤から突き出た火山島で白秋からの地下マグマのホットスポット作用でできた。大陸から隔絶された島であり、ヨーロッパ大陸全土やアフリカ北端を覆った氷河の影響を受けなかったため、固有の生物種が多く、環境保全上非常に重要な地域とされている。原生種である流血樹や商用樹林の一種ラウリシルバなど、 複数の生物種、生態系が保護されている。ゴメラ島島長部ガラホ内国立公園のラウリシルバは世界遺産に登録されている。気候は亜熱帯と砂漠性に分類される。海に囲まれ貿易風の影響で比較的温和であり、年間降水量は200ミリメートル前後と少ない。スペイン23ある国立公園のうち4カ所がカナリア諸島にある。 ヌエストラセニョーラデラ・カンデラリア教会スペインの他の地域と同様にカナリア諸島の社会は主にカトリック教会である。イギリスやドイツなど主にヨーロッパから年間約1000万人の観光客が訪れる。このうちイギリス人は526万人、ドイツ人は312万人、スウェーデン人は65万人、オランダ人は64万人、イタリア人は53万人、 日本人は3500人程度である。環境学者は多数の観光客が滞在することによる乾燥した島の自然環境への影響を懸念している。高い山々と澄んだ空があるので望遠鏡の設置にもふさわしい場所であり、ラパルマ島のロケでロス・ムチャーチョス山にはロケでロス・ムチャーチョス天文台がある。マツリカナリア諸島自治州は EU の関税の範囲外である。 ISO3166 から 1α-2 コードとして IC が予約されているが現在スペインと同じ国別コードトップレベルドメインとなっている。ラスパルマスコは日本のマグロ漁船の遠洋漁業の基地にもなっており最盛期の1970年代に比べると飛行する船の数は減っているものの現在でも入港する船は少なくなく補給や整備で 中長期停泊する船もある。一方で、1960年に最盛期を迎えていた、韓国の遠洋漁業船は、現在では全く見られなくなっている。祭り2016年、目的島ごとのカナリア諸島を訪れた観光客の数、テネリフェカナリア諸島には8空港あり、うちテネリフェには2空港ある。諸島間を高速フェリーと普通フェリーが結び、 テネリフェラパルマ間は高速フェリーで2時間半、普通フェリーで8時間かかる。テネリフェ島にはトラムが走っている。ありがとうございます。